皆さんこんにちは、このチャンネルのコナです。今、京浜東北線と鶴見線の鶴見駅に来ています。鶴見線の中心のなんかドラっていうなんか鐘かな鳴らせるって言って、これ初めて鳴らすのでどういう音かわからないんですけど、邪気を払うと言われているドラ、海に向かってバーン。入ります。昔の写真が鶴見はここで、ダラ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 昭和駅なんだ。こっちか、こっちの浅野っていう駅で分かれるんだね。で、黄色い線乗ってくと大川と赤い線乗ってくと扇島。なるほど。鶴見線、うん、80周年。写真が73系と雲川12系と73系、12系、205系、103系。103は赤いんだけど、これかな。これから行くの古くて。この103系のイメージがあるな。やっぱり。なんか古びた階段が。ここだけあんまり改装してないのかな。ね、緑ってなんかさ、ね、でも、うんうん、昔の電車のさ、運転台って緑じゃん。ああ、こういう時代あったもん。国鉄っぽいよね。もともと鶴見線っていうのは私鉄だったから、今は JR だけどさ、なかなかこうJR の向こうのね、京浜東北の駅と分離してる感じするもんね。そう、雰囲気違うね。もう少し行く。こっちが進行方向。長窓じゃん。ああ、はいはい。こっちも長窓でしょ。系ってさ、これ中間車を先頭車になんか変えた。あ、顔がちょっと違うんでしょ、うん、昔の山手線の205系と。そう、うん、なんかつるっとしてない。そう、なんかね、前のなんかさ、205系よりちょっと丸み下りてる。うん、色は黄色と白と青の3色ライン。鶴見線って感じだよ。
しいやったな。急カーブだな。駅は小さいけど、なんか分岐駅って感じでさ、ターミナルっぽくない？なくな。寒い駅でガムだね。海の匂いすごい。うん、海の香りするね。はい、邪気払い。大丈夫かな。待て、行くよ、行くよ、邪気払うよ。